団長さん、綺麗な海ですよ。ここからよく見えますね。団長さん、このまま帰るのはもったいないです。あべあべ。団長さんもほら、海の方まで走りますよ。久しぶりです。のごい、暑いと同じ意味ですね。アリス、これでも気つけてるんですけどね。私が住んでた地域じゃのごいの方が標準的ですからね。むしろ団長さんがこっちの標準を知らないだけの話ですよ。ベルガモットバレーですよ。ベルガモットバレーって結構広いんですけど、その中でもかなり田舎の方です。実家のあたりは田園風景が広がってますよ。団長さん、さっきから面形おなごばっか見てますね。水着の女子が多いからって、ああいうのが好きなんですか？背が高くてスマートで胸もあって。なんもだ、気にしねえでください。マンズ眠れ。ありがとう、団長さん。私、もう嵐じゃねえです。こうやって景色を見てるのが楽しいんですよ。自体もそうですけど、何より幸せそうなカップルや夫婦を見るのが好きなんですよ。幸せそうな男女、ああいう関係憧れるんです。私の両親はあんまり仲の良い夫婦じゃなかったですから。ダビョン、言わないです。ダビョン、私と団長さんの仲だから、私の家のことちょっと話しますね。誰にでも話すことじゃねえですよ。こうやって任務以外でも会ってくれるような団長さんだから話せることなんですけど、裕福で明るい家庭、いい夫婦、そういう風に見せようとしていたんです。私の家は世間様にそう言われたかったんですよ。外では仲良さそうに見せて、でも家に帰ればお互い口も聞かねえんです。物心ついた時からそんなんだったんで、夫婦ってこういうもんなのかと最初は思ってたんですけどね。でも私が大きくなっていろいろ知っていくうちに、やっぱり変なんじゃねえのかなって思い始めて、こんな生活で楽しいの？離婚した方が幸せになるんじゃねえかってつい言っちゃったこともありました。でも私の両親は
世間様にずっとおしどり夫婦だと思われていたかったんです。離婚しなかったのは私が苦労するだろうからってこともありましたけど、世間様にそれを知られてしまうことも嫌だったみたいで、両親は私には優しかったんです。夫婦仲はあんなに悪かったのに。そのギャップに恋愛ってなんだかおっかねえなって思ってしまって、私は両親をどうすることもできなかったんです。でも同じ屋根の下で暮らさなきゃいけないわけですよ。そしたら私なんでか掃除が好きになってしまって。なんか一心不乱にできるものが欲しかったんですよ。多分現実逃避ってやつです。なんか考えたくねえものがあるときはひたすら掃除とかするんですよ。しつこい汚れとかあるとなおいいですよ。おかげで掃除が得意になってしまいました。掃除には随分助けられました。辛いことや悲しいことがあるととにかく掃除です。今度団長さんの部屋も私が掃除しますよ。辛いこととか悲しいことは全くねえですが、むしろ団長さんとは楽しいことばかりです。こんな幸せなことがあるのかっていうくらいですよ。私がもし結婚して家庭を築くとしたら、互いが信頼し合っていて、二人が本当に同じ方向を向いていて、喧嘩も全くなくて幸せしかない夫婦になりたいです。団長さん、それがいたんですよ。一人はフラワーナイトだった人、そしてもう一人は団長だった人なんですが、私の家の家庭環境が悪くて掃除の腕をどんどん上げていた頃に、その夫婦と知り合いになったんです。二人のやりとりを見ていて、あの人たちは互いに本当に信頼し合っているのが分かって、あれこそが完璧な夫婦の形だと思ったんですよ。私はそれに憧れてフラワーナイトになったんです。私もフラワーナイトになれば、もしかしたらこんなに幸せな家庭を作れるかもしれないって思って。団長さんとっていうか、その一緒しな。恥ずかしいって意味です。言わせねえでください。団長さんと私はその喧嘩とかしねえじゃないですか。やっぱり本物のおしどり夫婦っていうのは一切喧嘩もなく、二人とも同じ考え方で完璧な夫婦だと思うわけですよ。私は多少でも仲が悪くなっちゃうのがとても怖いんです。私の両親を思い出してしまうから、ああいう風になっちゃうんじゃないかって、団長さんに嫌われちゃうのが怖いんです。私たちも私の両親みたいになっちゃうんじゃないかってすぐ思っちゃうんです。実際団長さんはそういうのがねえから安心なんですけど。で、なんだか暗い話になってしまいましたね。ついでにあたりもそろそろ暗くなりますよ。団長さん、そろそろお城の方に帰らないといけねえですね。私は明日休みですけど、団長さんって休みはあるんでしょうか。団長さんもほら、立ってください。
団長さん、鼻の頭が赤くなってますよ。もしや昼間から飲んでたんですか？昨日これ返すの忘れてて届けに来たんですよ。他のフラワーナイトさんたちは平和な世の中にしたいとか、そういう強い動機があってフラワーナイトをやっているのに、私は幸せな家庭を作るためとか言ってて、やっぱ私の動機って不純なんですかね。ずっと気にしてたんです。やっぱこんな動機ねえですよね、私なんて。とにかく綺麗にしねえとダメですよ。辛いことがあったら一つのことに集中しないと声がなってしまうんです。声がなってしまうはしんどくなるってことです。こちらこそ急に走り出したりして申し訳ないです。私、不純な動機でフラワーナイトをやっているんじゃないかって自分自身いつも悩んでいて、それを団長さんに遠回しに怒られたような気がして、今冷静になって考えたらそんなことはなかったなって思えるんですけど、私それをすごい気にしてたから、同時に団長さんに愛想つかされちゃったような、そんな気持ちになったんです。それが重なってしまって、少しでも団長さんと同じ方向を向けていなかったらこの関係が壊れてしまうんじゃねえかって不安で胸が押しつぶされそうになってしまったんです。私と団長さんの関係が私の両親みたいになっちゃうんじゃないかって急に怖くなってしまって、でも団長さん、私が見たあの夫婦は完璧だったんですよ。団長さん、あの夫婦のこと知ってるんですか？そうなんです。仲良くて。そんなはずは。ってことは、その二人も結局私の両親と同じ仮面夫婦だったっていうことなんでしょうかね。でも些細なぶつかり合いがあったって、確かにそうかもしれねえです。つまり大事なのは愛情ってことですね。そういうことですよね。ふと辛かったり悲しかったりするときも、掃除じゃなくて団長さんに抱きつけばそれで解決するんじゃないですかね。あ、団長さんの部屋掃除するって言いましたよね。今からいいですか？
ちょうど二人きりになりたかったところなんで。団長さん、早く来てください。